Once I throw on this belt, you go wow wow. What you gonna say? Act like you won, but I know that you won't play. Break it down, dig it down, down, bro. Don't even play. Once I set the mood right, I'ma make it sound like. Gun to my holster, and she's running through my mind all day. Shy like a mystery, my head that I can't keep. よろしくお願いします。お願いします。じゃあお名前と年齢をお願いします。山下美月、19歳です。はい。現在のご職業を教えてください。学生です。まあ、大学2年生ってことですね。大学2年です。はい、わかりました。基本的な性格を教えてください。基本的な性格は気分屋です。なんか自分が気分屋だなって思ったエピソードとかって何かありますか？友達とかの約束とか、めんどくさくなったら行かなくなったりするタイプなんで。わかりました。じゃあ自分の長所を教えてください。誰とでも仲良くできるってことですね。なんか初対面の人とかでもあんま人見知りしないタイプですか？大体普通にフレンドリーに話すかなって感じです。わかりました、ありがとうございます。じゃあ逆に自分の短所を教えてください。その気分屋が悪い方向に行くときですね。わかりました、ありがとうございます。趣味を教えてください。最近読書にハマってます。どういった種類の本ですかね？新書を読んでます。わかりました、ありがとうございます。女性の好きなタイプを教えてください。二人でいるときに無言でも気まずくない人って感じです。見た目スタイルがいい人。わかりました、ありがとうございます。じゃあ逆に女性の嫌いなタイプがあれば教えてください。ぶりっ子。わかりました、ありがとうございます。自分の誇れることを教えてください。他人に流されないことですね。友達とかで、はい、普通に省いたりっていうのがあるじゃないですか。はい、まあ、そういうのに別に気にしないで、そういうやっぱり仲良くするって感じです。自分がいいと思えば。わかりました。ありがとうございます。じゃあ自分がされたら嬉しいことがあれば教えてください。褒められることが嬉しいです。わかりました。逆にされたら悲しいことがあれば教えてください。アンチは悲しいですよね。まだそこまでアンチがつくまでまだ行ってないんで、はい、それまだなんですけど、まあ、もしアンチが出てきたら悲しいなっていうふうに思うと思います。わかりました、ありがとうございます。自分の好きな場所があれば教えてください。自分のベッドですね。寝るのが好きなんで何時間でも寝れるっていう感じです。わかりました。最長でどんぐらい寝られたことあるんですか？18時間ぐらい寝てました。寝ようと思えば1日寝れます。わかりました、ありがとうございます。最近笑ったことがあれば教えてください。友達といる時ですね。何気ない会話で。わかりました。逆に最近泣いたことがあれば教えてください。映画で泣きました。何の映画とか覚えてますか？今夜ロマンス劇場で泣きました。わかりました、ありがとうございます。自分の好きな時間があれば教えてください。寝てる時間が好きです。昼間とか時間が空いてたら結構寝られるんです？そうですね、基本ベッド横になって携帯じったり本読んだりするんで、それで眠くなったら寝てます。わかりました、ありがとうございます。幼少期の夢を教えてください。幼少期はサッカー選手になりたいと。サッカーはいつからいつまでやられてたんですか？幼稚園の年長から高校3年生まで。じゃあかなり長い時間やってたんです。そうですね。わかりました。じゃあ逆に現在の夢を教えてください。それに今サロンモデル関係ないんですけど、外資系のスポーツメーカーに就職したいっていうのと、あと自分でブランドを立ち上げるっていうことですね。両立しながらやりたいと思います。学生のうちにブランドを立ち上げたくて、はい、ブラ
ランドっつってもその小物とかそういう系なんですけど、それを確立させて、まあ、雇って、はい、普通に自分は会社の方で働いてみたいな感じです。外資系に入りたいっていうのは何か理由があるんですか？スポーツされてたから。あ、そうです。サッカーずっとやってて、サッカーずっと関わりたいっていうのと、あと海外住みたいってのがあって、はい、その両方両立できるのが外資のスポーツメーカーかなっていうことで。分かりました、ありがとうございます。じゃあ今後行ってみたい場所があれば教えてください。ヨーロッパに行きたいのと、あとアフリカに行ってみたいです。ヨーロッパはなんで行きたいとかっていうのはあるんですか？まだ行ったことがなくて、普通にそれ以外はなんとなくあるんですけど、はい、ヨーロッパとアフリカは触ってないんで行ってみたいなと思います。分かりました、ありがとうございます。人生で一番嬉しかったことを教えてください。中学のサッカーの大会で都大会行くって決まった時ですか？それは何年生の頃とかって？中3かな。じゃあ結構最後の大会とかだったんですか？そうですね。じゃあそれもあって、はい、かなり嬉しかった。で意識していることがあれば教えてください。最近普通に服の系統も変わって、はい、なんか目指してるのは綺麗め系だけど、その中にもちゃんと個性があるみたいな感じの服装を目指してて、まあ、好きなブランドの感じで言うとコミューズっていうブランドとか、あとはユナイテッド東京とか、そういう系の服を着てます。少し個性を出すために意識してることとかってありますか？なんか別に服に正解はないと思ってるんで、はい、自分がこれがいいって思ったものが多分それが自分の個性なんで、はい、それをそのまま出せばいいんじゃないかなと思います。分かりました、ありがとう。